冷凍された塩豚塩豚は豚肉を塩漬けにした食肉加工製品。通常は豚バラ肉が使用され、肩ロースも稀に使用される。塩豚は切っていないベーコンの塊にも似ているが、ベーコンと比べると塩気がより強く、油はより多く、燻煙はされておらず、熟成は進んでいる。肩盤と塩豚は17世紀、18世紀、 19世紀を通じて多くの軍隊で標準的な配給糧食であり、アメリカ合衆国の南北戦争、米英戦争、ナポレオン戦争などでも使用されてきた。現在、塩豚は伝統的なアメリカ料理、特にボストンのベイクドビーンズ、ポークビーンズ、ソウルフードには欠かせない食材となっている。一般的には塩豚をカットし、湯通しやレンダリングして使用される。 塩豚の調理例、ストリークオリーンアメリカ合衆国南東部で伝統的に人気のある、ストリークオリーンは塩豚でも作られるが、標準的なベーコンでも作られる。塩抜きをしてカリカリになるまで炒める。ベーコンカズンズ、キッチンディクショナリー、ソルトポークフロムジーニアスキッチン、ハットレシピスユージングソルトポーク、ハットナタリーデュープリー、 ニューサザンクッキングユニバーシティオブジョージアプレスピアニッシモ三百二十一 ISBN 九七八ゼロ八二ゼロ三二六三ゼロ六 HTTPS コロン books google c o m コムス booksid イコール WK 一 DNTWB 五十五 YC ピコグラムイコール PA 三百二十一二千十三年四月六日閲覧。 ありがとうございます。